どうも、ボーロボと申します。今回は旧郵政小西文書問題関連の産経ニュースの記事です。アビル融資の極限ごめん、立民の質疑は本塁打か三振か。小西博之政調会長代理の総務省文書は、1週間ぐらい前から党内で慎重に検討してきた。小西氏はとんでもない三振もするが、今回は大ホームランだ。これでステージが変わった。と立憲民主党幹部。大ホームラン。どう大ホームランなんでしょうか？大ホームランどころか、立憲民主党的に、今回の小西議員の一連の動きを、放置してよいのか？ってぐらいなんですが。国家公務員法による、退職後にも課せられる義務は、立憲民主党内では、どうなっているのでしょうか？別に守る必要はないという、解釈でしょうか？そして、仮に文章差し込みがあったとすれば、公益性のある問題になるような、文章を差し込んでおけば、国会に持ち出し放題、国会空転させ放題になってしまうのではないでしょうか？大ホームランどころか、ボールやバットに、自分たちで細工して、勝手に騒ぎ出したと、疑われている段階に、思えます。もしかしたら、とにかく騒ぎを起こしたとか、別基準で、大ホームランと、評価しているのでしょうか？ちょっと謎ですね。と、まあ、今回は、こんな感じで。気になった人は、チャンネル登録お願いします。Twitter フォローなども、お待ちしております。それでは、また。